1996年アトランタオリンピックは、1996年7月19日から8月4日までの17日間、アメリカ合衆国のアトランタで開催されたオリンピック競技大会。一般的にアトランタオリンピックと呼称される、近代オリンピック開催100周年記念大会。197の国と地域から約1万人が参加し、 26競技271種目が行われた。1986年に国際オリンピック委員会は1924年以来4年に一度同じ年に開催されてきた夏季オリンピックと冬季オリンピックの開催年を分けることを決定し、1994年冬季大会以降、多摩数年に交互に開催するようになった。よって、 1996年のアトランタ五輪は冬季大会と異なる年に開催される初めての夏季オリンピックとなった。1990年9月18日に東京新高縄プリンスホテルで行われた第96次 IOC 総会でアテネビオグラードマンチェスターメルボルントロントを破りアトランタが開催地に選ばれた。近代オリンピック100周年にあたる この大会の開催地は、第1回大会開催地のアテネでの開催が一部では有力視されていたが、結局決戦投票でアトランタに決定した。これに対して、五輪最大のスポンサーであるコカ・コーラ社の本社がアトランタにあることが決定の背景にあったのではないかという疑念の声も上がったが、実際にはアテネ以外の都市に投票した委員の票の多くが、会を追うごとに、 アトランタへと流れていったことがわかる。その後、アテネは7年後に行われた第106次 IOC 総会で2004年の夏季オリンピックの開催地に選ばれた。大会の運営にあたるアトランタオリンピック競技大会組織委員会会長兼 CEO には、後のオーガスタナショナル会長であるビリー・ペインが就任した。メイン会場のオリンピックスタジアムは、この大会終了後に、 陸上競技場から野球場に改修してアトランタブレーブスの本拠地として使用する計画のもとに建築された。そのためスタジアムに付設された屋根の形状がアリーナの形とは必ずしも一致しないという特徴があった。オリンピックスタジアムは改修工事の後、1997年4月にターナーフィールドとして再オープンした。 大会は7月19日に開会式が行われた。エンターテインメント性が色濃く打ち出された。一方で式は長時間となった。聖火台への聖火の点火者は秘密にされていたが、当日はパーキンソン病を患うモハメドアリが震える手で点火し、大きな感動を及んだ。マイケル・ジョンソンが男子陸上200メートルを19秒32の世界記録で制した。 日本勢は田村良子が柔道決勝で北朝鮮の軽寸比の柔道技を左前につけるという奇策の前に敗れバルセロナ大会に続き銀。また、セーリングでは女子470級で十ユミコ、木下アリーシア組が日本ヨット会史上初のオリンピックメダルを獲得した。自転車競技では十文字高信が1000メートルタイムトライアルで銅メダルを獲得した。 陸上女子マラソンでは、有森優子が前回のバルセロナオリンピックに続いてメダルを獲得した。また、男子サッカーは一時リーグでブラジルを破るなど二勝一敗としたが、リーグ敗退となった。カッコ内の数字は実施種,種目数。参考大会7日目の27日午前1時20分頃に、オリンピック公演の屋外コンサート会場で爆破事件が発生し、2名が、 死亡、111名が負傷し、ミュンヘンオリンピック事件以来の第三次となった。事件後に会場及びアトランタの周辺を走る環状高速道路が閉鎖されたものの、その時点では犯人逮捕はできなかった。警備員であったリチャード・ジュエルは、この際、不審なバックパックを発見しており、周囲にいる人々を立ち抜かせ始めていた。この行動により、ジュエルは、 マスメディアから英雄として称えられた。しかし事件から数日後、メディアはそれまで持ち上げていたジュエルを一点、被疑者として報道した。これは、連邦捜査局が爆弾の第一発見者であったジュエルを有力な容疑者とみなし、それを報道機関に漏えいしたためである。しかし、連邦捜査局は、元アメリカ陸軍兵士で爆弾に詳しいキリスト教、 原理主義者のエリック・ルドルフを容疑者として指名手配した。ルドルフは2003年に逮捕され、現在コロラド州の刑務所で仮釈放なしの終身刑で服役している。犯人扱いされたジュエルはマスコミ各社を告訴し、和解金を受け取った。この冤罪とも言える意見は、リチャード・ジュエルとして映画化され、アメリカでは2019年に公開された。ありがとうございます。